最近ですね、ご存知の方もいるかもしれないですけども、コーチングの動画講座をもう始めてます。先週ぐらいからだと思うんですけどね。もうすでに今日で、8本目を上げたところだったと思うんですけど、先ほど、8本目上げました。アップしました。毎日上げるか2日に1回上げるか、どのくらいの頻度になるかはわからないですけれども、なるべくですね、定期的にというかですね、連続で配信していきたいと思ってます。このコーチング動画、一連の動画を、年内どこまでやるかっていうのはちょっとわからないので、ある程度区切りをつけて、皆さんの反応を見ながら、やっていきたいと思いますけれども、せっかくなんでですね、無料でやってますけども、非常に価値が高いものです。自分自身がもう、ずいぶん長い間、何年もかけて、しっかりと学んできたものですね、凝縮して配信してますので、非常に価値が高いと自分では思ってます。で、実際それで変革を起こす人がどんどん出てくると思います。すでにそういう連絡もいただいてるんですね。新しいことを起こしましたとか、そういう方が出てきて、いただいて、とても嬉しく思いますけれども、実際そういうことが動画だけでも起きると思ってるんですね。で、それは過去もやってきてますし、もう200本、300本近くなるんじゃないかと思うんですけど、トータルで言うとですね、そういったものを、配信してきてますので、これからもますますこの動画でですね、加速していく方が出てくるんじゃないかなという確信のもとやっていきたいと思ってますけれども、ぜひですね、これ動画も、この郵送もそうなんですけども、聞いてみて、なるほどね、で、ぜひ終わらないようにしていただきたいなと思うんです。別にアウトプットっていうのは、このとこにコメント書きだけじゃなくて、行動を起こすことも一つのアウトプットですので、ぜひですね、やってみていただけると嬉しいなと思います。実際ですね、やっぱコーチング、自分自身この友部知識のコーチング認定取ってから、もうすでにマスターコーチという役割も、担当してますけれども、認定講座をですね、どんどんやってますが、認定講座に参加される方の経験はもちろん当然ながら、すごいことになってます。で、実際自分自身がですね、スクール形式でずっとやっているプログラムとか、定期的に開催するそういうコーチングプログラムで大きな変革を起こされている方が非常に多いんですね。で、実際、不安だったという、当時入るときは不安だった方もいっぱいいると思うんですけれども、実際やってみたら、こんなに変わるのかという感想をたくさんいただいてます。そもそもですね、自分自身が思いっきり変わっちゃったんで、まずそれを見ていただけると、過去の動画はね、雰囲気全然変わってると思いますし、この数1ヶ月2ヶ月でもとんでもないことが自分の中で起きてますので、なかなか全部が公表できないですね。ビジネス系でいうとほとんど公表できないです。当たり前ですけど、ほぼ公表できない。で、今やってるスポーツ系もですね、なかなか公表できるもの、できないものがあって、できない方がやっぱり多いですね。それやっぱり個人的な内容も非常に深く入り込むし、結果出ない時期がやっぱり一番苦しいわけですけど、それ出た瞬間に、じゃあ逆にそれを、それまで遡って全部出せるかって、逆に出せないんですよね。という意味で、きっかけはですね、思いっきりコーチング教えてくださいとか、そういうことで来るんですけれども、ある程度方向性が見えてくると、自分自身へ皮下脂を上げることができるようになり、それで結果を出していくというパターンが非常に多いかなと。きっかけは何でもいいと思います。ね、友達博士の本からこの動画にたどり着いている方もいれば、この動画からそのユーストリームから、動画のコンテンツに入っていただいてもいいし、結局主役はですね、皆さんお一人お一人なんですよね。そこはとても重要で、私は使っていただければいいコーチですので、私もこのコーチングはツールだと思ってますので、自分を変革するためにとても、自分としては一番いいかなという、いろんな研究、自分なりの、試行錯誤をした上でですね、この友部知識で今コーチングでやってますけれども、これが最も自分としては、合ってます。いろんな価値観があっていいと思うので、いいんですよ、別のプログラムでもいいと思うんですけど、何か一つに絞ってやるとしたら、徹底的にやってみる。で、徹底的にやってみると結果が出るので、そういった意味ではおすすめ、
するということで、それについてよしじゃあやってみるよという方がこの動画を見てらっしゃると思うんですよね。であればもう徹底的にやっていただきたいなと思って、で徹底的にやればですね、結果は必ず出ます。信じるものがどうのこうのというつもりはないんですけれども、結果が出るものを目の前にしてそれに疑いをかけていくとですね、やっぱり弱くなっちゃうんだと思うんですよね。まずは一回はそこを徹底的にやってみる、信じてみるっていうとちょっとなんか怪しくなっちゃうんで言いたくないんですけど、100% そこに突っ込んでみるみたいな感じですかね。で、ある一定期間それをもう理論を学ぶだけじゃなくて、もちろん実践するということで、変革にフォーカスしていくといいと思うんですよね。でそうするとですね、人によってはいろいろ期間がありますよ。半年1年の方もいれば、もうちょっとかかる方ももちろんいると思うんですけれども、多くの方がそういうふうに変革を体感していただいているかなと。自分自身は非常にそこに関しては確信があるわけですよね。ですので堂々と、広げていこうかなと。で先月やったワールドピースコーチングもやっぱり多くの方に参加していただいてですね、東京と広島でもやったんですけども、非常に手応えを感じました。第1回目ですよね。初回にしては思い切ったその拡散しながらネットで仕掛けるようなことも一切せずにですね、抽象の高い方が集まっていただいたなと思ってます。でまあもちろんワールドピースという言葉を使ってるわけですから、すごくこう背筋がピシッとこう伸びるような気持ちもありますし、ルータイス、亡くなってしまいましたけど、3年前に亡くなってしまいましたけれども、亡くなるまではですね、ずっと世界的なその平和活動に関わって積極的に行動されてたと。で、私の師匠でもある友内博士もですね、今もうバリバリ世界中飛び回ってですね、もう公表できないことがいっぱいあると思うんですけども、そういう活動を実際やっておられますので、私自身もですね、できるところをどんどんやっていくと。それぞれがですね、そういうふうに抽象高いゴールっていうのはどんどんこうね、多くの方が利益ハッピーになるというか利益を得るようなゴールですけれども、世界平和といえば世界中の70億人が幸せになるようなゴールですから、自分も含めてですけれどね、そこに向けての登り方は山ほどあると思うんで、自分なりの登り方を、実践していければいいかなと。でそういう方がどんどん集まってくるんだと思うんですね。ですのでぜひ第2回目も来年、どこのタイミングでやるかわからないですが、ワールドピースコーチング2016は必ずやりますので、ぜひそこは注目していただきたいし、ぜひですね、参加するということで、参加していただくのはとても嬉しいし、逆に言うと運営側になるというんですか、主体性を持ってその中に入っていくぐらいの気持ちでそのイベントを運営するしていく、自分たちのプロジェクトだということでどんどん広げていく側になっていただけると嬉しいかなというふうに考えてます。でそういう仕掛けをどんどんやっていこうと思ってですね。で今ついこの間もスポーツで大きな結果を出して非常に嬉しかったんですけれども、どんどんエフィカシーがあって、結果はもう当然かなと思ってるんですよね。実際これがもうベースで、この先さらに先2段先3段先を狙っていくというマインドですでに、多くの方がなっています。スポーツで関係させていただいている方々、これも公表できない方が実は多いんですけれども、いろんなところから声をかけていただいておりますけれども、変わってきてますよね、大きく。でまた新たにまた連絡がちょっと入ったりとかして、サポートする結構代表クラスですよねという方もサポートさせていただいてますけれども、これこそまさに公表できないレベルのことが多いんですけれども、そういうこともあります。実際じゃあそういう方がどんどん結果を出していけば、私もですねそれをエフィカシーとして受け取りで、ゆくゆく現役時代に公表できるかどうかもちょっと分かんないですけどもね、ゆくゆくはそういう理論を展開する側になっていただけるんじゃないかなという思いもあって、そういう形でサポートさせていただいているところです。実は明日もちょっとね、大学の陸上部に行ってきますけれども、これは公表していいよと言われてはいるものの、ちょっとね関係者が非常に多いので、あんまり大々的に何度も口で発表するのもどうかなというふうにちょっと思ってますけれどもね、非常に緊張感漂う年末年始になりますが、明日も行きますし、近々何回か
行って、サポートさせていただきます。まあ思いっきり変わっていってることは間違いないし、そもそもですね、体制、監督、コーチのマインドもどんどん変わってきているので、とても自分は嬉しく思うんですね、そういった意味では。で、このコーチング理論、やっぱりメンタルコーチングとかっていうしか説明ができなかったりするんですけど、自分で言うのもなんですけどね、やっぱりルー・トマウチ博士からこの引き継いだこのコーチング理論、メンタルって言い方はちょっとしたくないですよね、なんかね。やっぱり脳と心をマインドという言い方は我々しますけれども、そこを対象にしてるんですよね。だからもうブレインというか、まあ、マインドのコーチングだから、そう、メンタルの部分だけを強化しますとか、そういうレベルの一過性のものではなく、人生観そのものも変えてしまうぐらいのもちろんインパクトはあるわけですから、例えばスポーツ選手であれば現役だけではなく、現役終わった後のですね、その後の人生の方が実は長い選手も非常に多いですよね。そこまで見据えたきちんとしたゴール設定をすることによって、現役のパフォーマンスを徹底的に高めるということももちろんできますし、バランスホイールという考え方もね、皆さんもすでに学んでると思うんですけれども、そういった仕事とか、キャリアとか、そういったものだけじゃなくて、健康とか趣味とか、あと社会貢献とか、そういう生涯学習、そういったものを全て多方面に、各方面にゴール設定することによって人生をどんどん豊かにしていくという、非常に抽象度高いこの理論になってますので、科学的な根拠を全て説明できる理論になっているので、ぜひ多くの方に広げていきたいという思いでどんどんやっていってます。で、もちろんスポーツの領域でも結果出ているマイケル・フェルプスがですね、歴代のオリンピック選手の中で一番メダルを取ってますけれども、彼が使っている理論もこの理論ですし、そういった意味ではもっともっと届けたいなと思います。ただしですね、そうですね、今度もうすぐ今週末ですけど、28日に11月28日にセミナーもやりますけれども、もう皆さん分かってる通りですね、やりたい人がどんどんやればいいと思うんですね。だからそういうチャンス、機会は作っていこうと思ってます。ただしこれを絶対参加した方がいいですよというつもりは全くないですね。参加したい人だけが参加すればいいと思ってますので、完全にエフィカシーの高い空間を作っていく。それは、そういうことなんですよね。押し付けとか売り込みをするつもりは全くないし、それができないモデルなんですね。ビジネスというつもりはないんですけれども、ビジネスモデルとしてはコーチングとかコンサルも一緒ですけれども、一切売り込みはしないですね。で、クライアント側、お客様側の方から、情報を見つけて、これはいいぞと思ったものを飛び込んできて、ワントゥーで学ぶから結果が出る。ワントゥーで、その理論を学んで実践するから結果が出るというわけであって、押し売りしません。ですので、チャンスは、機会は作っていこうと思うんですけれども、これをチャンスと捉えるかは、この動画も含めですね、受け取る側が判断していただければいいと思います。どんな価値があるかっていうのは、自分はすんごいもうお金の時間を費やして、で、自分も変革してきてますし、結果も思いっきり出してきてますし、クライアントさんもコーチングを通してですね、思いっきり結果を出していただいているという意味では、すごい価値があると思ってるんですけども、そうは言ってもやっぱり受け取るお一人お一人が、その価値をきちんと受け取ってですね、判断するということですね。それで価値があると認識したら、そこに飛び込んでくればいいということなんで、28日はまだですね、まだもう少し若干、席が空いているので、興味のある方はぜひその機会を使ってですね、チャンスとして掴んでいただければ嬉しいなと思いますし、年内これだけ、1日かけてやるセミナーっていうのは、おそらく今回最後になってしまう可能性が高いかなと思ってますので、2015年のですね、激変の年にするぞという覚悟を決めている方は、ぜひ飛び込んでいただけると嬉しく思います。自分自身も毎回本気でやってますけれども、今回もですね、内容かなり深いので、守秘義務契約をきちんと結んでいただいた上でですね、少数制で顔を見える形で、やっていこうかなと思ってます。それが自分のスタイルでもあり、そうですね、本気の人とのちゃんとしたこの縁起をつないでいくというやり方でもあるので、ぜひそういうところでですね、この動画だけではないですね、この郵送だけではなくて、過去かなりの本数200本以上300本近くですね、動画も上げてますし、最近のその
コーチング動画はかなり内容濃く、ちょっとレベルというかですね、無料でここまで出すのはどうかなっていうのはちょっと正直あるんですけれども、非常に価値の高い、一本でも人生を変える、それを実践すると人生を変えるぐらいのインパクトがあるような内容を実は出しています。のでそこで判断していただいて、よしこれで本格的に学んで自分を変えるぞという方はぜひ飛び込んでいただければいいと思います。今ですね、やっぱり未だにネットでその稼げますとかね、すごいマーケティングの力を使ってここに来ないともう最後チャンス逃すぞみたいなね、ちょっと脅迫めいた形でのネットマーケティングですね、多くの人を集めてですね集客して、やってる方もいっぱいいるんですよね。まあ、否定はしないというか、いやそこで中身が伴ってればいいんですけど、非常に言って残念でしたみたいな話をよく聞くんで、そこはよく見極めた方がいいなと思いますね。あんまりここで批判とか否定するつもりはないんですけど、いろんな価値観があっていいと思うんですけども、もうそろそろ稼ぎますとかそういう系はこの動画を見てる方もすでに卒業されてる方が多いと思うんですけども、世の中的にまだそういうのがメールが氾濫してんだなと、今日も何本か過去登録したメールが届いてました。こういうのに参加しちゃう人もいるのかなというのは、ちょっと実は自分の中でもまだまだ不思議な感覚がありますけれども、自分としてはこう自分自身が思いっきり変わることができたと。でその学びのステップで実際変わる瞬間にどういうことが起きたかっていうのは全部説明できるわけですよね。で自分自身がまさにここにいる自分自身がコーチングでこんなに変わったという、そのステップを全部、ステップというかですね、その経緯を含めて、背景も含めて、体感も含めてお伝えすることができるという意味では、ここがに証跡がある、エビデンスがあるという言い方を自分もできると思ってますので、そこはぜひ見ていただけば嬉しく思いますし、まあそういうことですよね。これ以上説明しませんが、28日はまた楽しみにしておいていただければ嬉しく思います。結構な人数が申し込みいただいているかなと。やっぱ抽象高い方はやっぱりいらっしゃるなということで、とても嬉しく思います。ということと、あとですね、その友達式 その認定コーチの養成講座もですね、今電話で説明会をポツポツやってるんですけれども、実際リアルに説明会をやってほしいという要望が実は多いので、ですね、これも場所が限られてしまうんですけれども、一旦は都内に限らせていただいて、次の12月5日の土曜日で、もうほとんどこの先が年内ですね、土日全部埋まっちゃってるんですね。ですので土曜日と、もしかしたらどっかの土日の午前中とかってあるかもしれませんけれども、まずはですね、次の12月5日の土曜日に説明会、もしくはその新しいプログラムを含めてですね、そういったちょっとやってみたいなと、まあ場を共有するということもありますし、ちょっとしたミニセミナーですかね、コーチングの最近 その体感をお伝えしたい部分もあるので、ミニセミナープラス説明会みたいなことを5日、あとは平日ですけれども12月の9日ぐらいかな、ちょっとそれは確定してからまたブログとかですね公表させていただきますけれども、同じように、まあ、短い時間1時間か1時間ぐらいのセミナーをやった上で説明会をしていくというようなことを少し企画しようと思ってますので、どうしても認定コーチになりたい方でもちょっと実際説明を受けてみないと分かんないよっていう方は、そこに照準を絞ってください。で日程については今第2期やってるんですけど、第3期はですね1月の下旬ぐらいからスタートするのも、ホームページの方に日程出させていただいてますけれども、12月についてはいくつかそういう12月、1月で説明会の機会を作っていこうと思ってます。で認定講座だけじゃなくて、私はスクールもやってますので、そこのそのあたりの説明会もやっていきますので、コーチングで変わりたい方で、コーチングで、例えばそのビジネスを加速させたい方、中小企業の社長さんとかも結構問い合わせいただいてますけれども、そういう方々もどんどん変われると思います。あとはですね、もうコーチになってどんどん自分も変わるし、周りの人にもそういうコーチングを広めていきたいんだぞという方も
もちろんそこはまあど真ん中かもしれませんけれども、来ていただけると嬉しく思います。で、来年の例えばワールドピースコーチングで逆にもう登壇する側、自己紹介する側になっていただけると、嬉しいなと。で、どん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 人生を変えていくということが、できるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういうチャンスを作っていこうかなと思いますので、ぜひちょっとブログとかですね、メルマガとかチェックしておいていただければと思います。ちなみにその動画の講座はまだまだ続けますので、それと合わせてですね、検討いただけるといいんじゃないかなと思いますね。それはあくまで無料で見れますから。あとですね、コーチングがいろいろ結果出るんですけども、パーソナルな内容が多いんで、そのなかなか中身を言えないですね。どんなことがあって、でそれをどうやってクリアしたかっていうのは、それはなかなか言えない。でそれはいろいろありますね。コーチとしてはそのクライアントの悩みに徹底的に寄り添う形で一緒にゴールを目指していくわけですから、苦しい時も苦しい体感も一緒に体感得ますし受けますし、でもちろんある壁を思いっきり越えた瞬間はめちゃくちゃ嬉しいわけですから、もう本人ぐらいの感じですね。もしくは本人以上に嬉しさが爆発する瞬間ももちろんあります。で結局のところそういうことですよね。ゴールをきちんと設定し、現状の外側に設定し、そこを目がけていけば当然壁にぶつかる。その壁を越えるときに自分自身が思いっきり成長する機会を得るんです。チャンスを得るわけですよね。そこで必死になって自分に向き合って、何をどうすればいいんだということを考える。そうすると脳は能力を引っ張り出していろんなことができるようになりますよということだと思うんですね。で人によっては人格変わっちゃいますね。本当に目つき顔つき表情が変わる。で立ち振る舞いが変わって、本当に別人じゃないのかなっていうぐらい変わるっていう方も実はいらっしゃいます。もうそういう方は少なくないですね。そのくらい変わって普通だと自分は思ってるので、全然それはもちろんびっくりしませんけれども、でもそれがスタート時点ですよと。でそこから思いっきりまたさらにいろんなことができるようになるんで、まあまあ見てても非常に楽しいですね。自分自身も楽しいし、自分自身もどんどん変わっていくのを楽しみにしているということですけど、あとですね、ワントゥーのこともよく質問されるんですけれども、ワントゥーのことをやっていけばですね、もちろんゴールはワントゥーですから、やりたいことを、心の底からやりたいことを設定するわけですから、そこに向かって行動するものは全て、その行動自体がねワントゥーなんで、そのプロセスが楽しくてしょうがないわけですね。楽しくてしょうがないんで、脳が活性化してますますパフォーマンスを出していきますよということで、よく二の足を踏んでしまう方の特徴というか、まあ、相談を受ける場合が大体そこを確認してみるとそういうことなんですけど、結果を先に気にしちゃうんですよね。こういう結果になっちゃうんじゃないか、要はうまくいかないんじゃないか、自分の中でも失敗という言葉はもう使わないですけど、うまくいかないんじゃないかとか勝手に先を想像して、ウォントゥーなんだけどやっぱやめとこうということで現状にとどまってしまう。それも非常にもったいないですよね。過去にうまくいかなかったからって、環境が変わってる今やったらうまくいかないっていう理由はどこにあるんですかということですね。自分の中では今やったらもしかしたらうまくいくかもしれないですよね。で本当にウォントゥーだったらやればいいし、でそのプロセスがウォントゥーでやってる行動が楽しいのであれば、結果がどうであっても楽しいと思うんですよね。何言ってるかというと、うまくいってもうまくいかなくても結果を受け入れると。よく言うのが、うまくいかないことがうまくいかない、うまくいかないっていうのは、まあ世間一般的に言って失敗ということだと思うんですけども、そういった失敗を恐れて、失敗したらどうしよう、で失敗したら恥をかいてしまうぞっていうネガティブな感情が先に出てしまう。で自己責任っていう問題であっても自己責任だぞっていうのは、その失敗を受け入れるってことをよく言うんだけど、逆でしょうと思うのね。問題でやるんだから結果出るんですよ、いろんな結果。でそれを自分の成果だと思ってエフィカシーを上げる方に持っていけば、こんなに素晴らしいことはないわけであって、問題だったらどんどんやる、でどんな結果が出ても自分のエフィカシーにつなげていけばいいわけだから、失敗ってことはもうそもそもない、ね、必ずその先にゴールを達成するんであれば、一つや二つ壁にぶつかってちょっとこうつまずいたとかね、すりむいたとか、そんなことは当然それはそうですよ、当たり前ですよね。新しいことをやるんだから当然壁にぶつかるに決まってるんですよね。壁にぶつかれば跳ね返されますよ、1回2回は。
そういうことを飛び越えるから成長するわけでしょ。でそこをもう一回考えることですね。ワントゥーであるってことの自己責任で、自己責任ってこと、失敗を受け入れるってことでしょみたいな、なんかどうしてもネガティブなね、あの思考パターンに陥っちゃう人が多いと思うんですけど、そうじゃないです。失敗ってことはないです。うまくいかない、多少落とし穴に陥る、あの壁にぶつかってすりむく、もしかしたら膝がすりむいて血が出るみたいなことあるかもしれないけど、物理的じゃないというイメージとして、でもそれも意味があることだってことですね。最終的にゴール必ず行くって決めてるんだから、そこに向けて、いろんなことをそこで学び取っていけばいいわけですね。そのエネルギーを前にぶつけていけばいい。そうやって結果を出した瞬間に、やっぱり自分はすごいなってことでエフィカシーを上げていく。ってことは、つまずいたことから学んだ瞬間にエフィカシーを上げればいいんですよね。うまくいかないことはない。必ず抽象高いゴールを設定する。まあ、抽象度というのは、まあ、いろいろ考えればいいと思うんですけれども、ゴールもたくさんあっていいわけですから、そのゴールに向かっていく、そのエネルギーを、ぜひ止めないように、本気になってそこを目指していくということをぜひやっていけば、必ずいろんな結果を出すことができる。その瞬間にも自分は変わってるわけですから、そのゴールを設定している以前の自分からしたらとんでもない成長、成長している自分に出会えるわけですから、ぜひそれはまさにこのコーチング理論の本質でもあるので、ぜひ一緒に行きましょうということですね。ということで、28日そういう場を共有するというそういう機会も作りますし、まあ、そこにどうしても日程が合わないという方はまた5日そういう説明会ね、ちょっとなかなかそこは厳しいんですけどっていろんな事情があるかもしれないですけど、もしこの動画を見て、過去のこの前後の動画を見てですね、やっぱり一回はちょっと実際場を共有して会ってみて、マスターコーチどんな人がやってんのっていうのをね、私がどういう喋り方をするのっていうのをライブでというかね、生で場を共有して、空気感をなんか味わっていただきたいなと思います。実際ですね、会うと全然違うと思いますんで、別に大丈夫ですよ、変なお知らせしませんので、そういうことはしないというのがこのコーチングなんで、興味のある方がそこを飛び越えて本当に火がついたら、ぜひ会いに来ていただきたいなと思います。そうやって人生変えた人いっぱい過去見てきてるので、そこでブレーキを踏んでるのはとてももったいないなということで、ここでメッセージしておきたいと思いますので、動画でね、いろんな情報は伝えられるし、動画で喋ってる情報っていうのはテキスト化したブログに比べたらもう圧倒的にいろんなことは伝えられると自信はあるんですけれども、そうは言ってもやっぱり場を共有するのはさらにその先の、もっと違う情報もたっぷりきっと脳が受け取ることができるんですよね。で結局脳のそのブリーフシステム、そういったものをしっかりと書き換えていく、内部表現を書き換えていくためには、やっぱりそういうエネルギーの交流というんですかね、場を共有して、実際会ってみてっていうことがとても重要ですよっていうのは、ここでもしっかりとお伝えしておきたいと思います。私も実際本当に激変が始まったのは、まだ元気だった頃のルータイスとトマウチ博士もダブル目の前に2人がいて、ずっとそれを2日間講義をですね、講演をずっと聞くことによって、やっぱり内部表現を思いっきり書き換わった体感がありますので、ぜひそこはここで、きちんとお伝えしておきたいなと思います。ただし、動画でもですね、結構な変革を起こすことができるのは間違いないです。そこはそれできちんと切り分けてですね、どのように活用するか、この動画を見てあなたが決めていただければと思います。ということですね、求められればどこでも行くので、例えば PX の案件とかも今、何件かいただいてますけども、そういう話もどんどん連絡いただければいいと思います。来年はですね、PX 鹿児島でやったりする予定です。ちょっとクローズド解散なんで、オープンでやらないかもしれないですけども、いろんなところで声かけていただいてて非常に嬉しく思いますので、全国、もう全世界にですね、飛び出していきますんで、インターネットはですね、世界中で今見ていただいて、動画は結構海外からも見ていただいているのは統計上見てますので、もしそういうことでですね、ぜひ来てほしいというリクエストがあればですね、どっかにメールのアドレスとかホームページとか見れば探せると思いますし、メッセージ、Facebook のダイレクトメッセージでも大丈夫ですので、ぜひ声かけていただければと思います。ぜひですね、現状から飛び出すことで、ゴール側に飛び出すときにやっぱり、方法が見えないですよね。いろんな制約で引っかかって言い訳にするのがこの脳の仕組みですから、
そのゴール側の臨場感を高める、絶対そのゴール達成するんだと。で、目の前にある一歩を踏み出す時の障害、壁もぜひ思いっきり飛び越えてですね、飛び越えることを前提に脳を活性化して、そういうセルフトークに、方法はどうやったらそこに行けるんだというね、セルフトークに切り替えて、ぜひゴールを目指していただければと思います。ということで、今日も30分経ちましたんで、終わりにしたいと思います。また、そうですね、いろんなところでお会いできたらと思いますので、皆さんのゴール達成、ぜひ、徹底的にウォントゥーで行動しまくってみてください。よく言われる、死ぬ気でやってみな、みたいなね、ありますよね。死なないからってやつですよね。本当、死ぬ気でやっても、死ぬことはないと思いますね。そのくらいのエネルギーで、やってみるといいと思います。2015年、まだまだ日数ありますし、2015年、2016年で区切ることは全くないので、今日この思った瞬間にやるぞと思った瞬間にそのエネルギー出てくると思うんで、どんどん行動を起こしてみるといいと思います。ということで、またお会いしましょう。今日は以上です。ありがとうございます。